突如現れたこの巨大戦艦の圧倒的パワーの前に、指し物デストロン軍団もセーバートロンから全員が退却した。ロディマスは巨大戦艦と4人の若きヘッドマスター戦士をアセニアベースへ招待した。ロディマスです。マスター製の代表フォートレスです。お招き感謝します。フォートレス、フォートレス、早く思い出せよ。じゃあ思い出したぞ、フォートレス。ほう、チャーじゃないか。変わっていたので見違えたぞ。別れてから400万年経ったんだものな。いやー、会えて嬉しいぞ。私もだ。いやー、懐かしいな。ここで会えるとはわしの古い友人だ。フォートレスはみんなと同じセーバートロン製で生まれたんじゃよ。その頃セーバートロンはいつ終わるとも知れない泥沼の戦争に、体力もトランスフォーム能力も劣る一般市民はおののき疲れ果てるばかりでした。私は一般市民のリーダーに選ばれ、セーバートロンを脱出して平和なマスター星へと出発したのです。マスター星へたどり着いた私たちは、そこに長い年月をかけて豊かな文明を築き上げました。そして私たち自身も独自の進化を遂げ、新しいトランスフォーム能力を完成したのです。それはまず自分の体をヘッドモードにトランスフォームさせ、スーパーボディにヘッドオンするのです。それが我々ヘッドマスターなのです。ところが悲しむべきことが起きました。私たちに反逆する凶悪なヘッドマスターが現れたのです。スコルポノックを狩猟とするグループです。私たちは彼らと戦い、マスター星から永久追放したのです。スコルポノックたちは宇宙の無法グループとして平和な星から星へと殺戮を繰り返しながら渡り歩き、邪悪な進化を遂げ、妖術的能力を身につけました。そしてスコルポノックたちはデストロンと手を結んだのです。我々は奴らと戦うためにやってきたのです。あなた方がいなかったらどうなっていたか。ベクターシグマを占拠され、セーバートロン星はデストロンのものになっていたかもしれん。